ステージはアイドルの晴れ舞台だ。俺はまだアイドルじゃない。アイドルの卵、アイドルの途中。俺たちは。ここはエトワール美容スクール。アイドルを目指す若者たちを集め、その才能を磨くために創設されたアイドル育成校です。ここに通うアイドルの卵たちはアイチューと呼ばれ、現在1期生から3期生まで在籍しています。 CD3000 枚作って3ヶ月で売っちゃおう。達成できなかったら退学だよ。もっと大きな声で歌わないとみんなのハートに届かないぜ。そんなこと言われても。人に聞かせるならもっと練習してからの方が。二人はよく知ってるんだろうね、失敗する怖さを。夢があるから愛中になったんだろ。行こうぜ、ファイヤーフェニックス。アニメ愛中、2021年1月より放送開始。プロデューサー、絶対見てくれよな。